それでは始めても大丈夫でしょうか。はい、最初にアキさん、その次にザイロスさん、タイマーご注目ください。始めます。3、2、1スタート。20秒後にザイロスさん。さあどうでしょうか。初めての方は結構緊張される方が多いのかもしれませんが、ザイロスさん5、4、3、2、1スタート。テトリスブーコーレッツグランドマスターさあちょっと危なかったら大丈夫。アキさんちょっと危なかったですが大丈夫ですね。はい、アタローさん残り15秒。アタローさんはいつぶりですか。あ、ちょっとアタローさん、5秒前。4、3、2、1スタート。 P さん残り25秒後。伝説の男ということで、アタロさんはいつ10分切るんですか。あ、心の中で10分を切っている P さん5、4、3、2、1スタート。次 SQR さん25秒後。夜にはよく来られている11時とかに来店される。なるほど。 SQR さん5、4、3、2、1スタート。 3FM さんさらに18秒後ぐらい。皆さん地形はどうですか。地形は悪くないです。悪くない、はい。37さんが5、4、3、2、1スタート。これで全員スタートです。37さんはなんと自分のバックで、タイマーを隠してプレイしております。タイマーアタックと違うので、ね、どういう効果どうなるのかそうですね。アキさん順調ですね。かなり綺麗に積んでます。スリーセブンさん、これ棒の入れる位置をちょっとミスったのかもしれませんが、まだ慌てるような時間じゃなさそうです。今100人入ったのがピーさん。ザイロスさんも200入ってますね。アキさんももう250に入ろうとしてます。どうですかね。皆さんまあ着実に積んでは消しを繰り返しているように見受けられます。ここまで危ないと。そうですね。若干のトラブルっていうのはまあいますけども、まだ全然問題はなさそうです。37写真狩りが100入りました。300ちょっとレベルストップ300、あ、レベルストップありましたか。はい、続きましてザイロスさんが、もうすぐ、おっとここでレベルストップがありましたが300、トップとの差20ほど。続きまして P さん200です。その、2位の次がアタローさんですかね。アタローさんが3位です。太郎さん右を塞いでます。あ、大丈夫ですね。マタロウさんは他の人を応援する余裕があります。余裕があります。歴戦の方です。今200位入ったのが37さん。アキさんちょっと地形が崩れているぞ。大丈夫でしょうか。300、太郎さん突入。ロータイスキュアルさん形綺麗です。すごい綺麗ですね。この、右上か、画面右上の方々は皆さんぜひお手本にして
心の富裕層というさあ、アキさんちょっと地形がだいぶどうでしょうか、ちょっと雲頼みな感じの地形になってます。そうですね、雲頼みな感じ。木原さん300どうでしょうか。そうこうしてる間にザイロスさんがもうトップに出ましたね。今アキさんを抜いて、かなり盤石な体勢でトップに躍り出ております。アキさん危ないが、これは積もしないだが、これはあここでもここでまだありますが、まだ可能性はあるわ。アタロさんチラ見しました。うまい。おここでこじ開けて、あとは棒がっとタイミングが悪い。でも大丈夫ですね、治りそうです。さあザイロスさんが500、ザイロスさん500、5分30秒台で突入しております。おのおのから速いという声が届いております。アキさんは大丈夫。次に500に入るのはアタロウさんですか。アタロウさんがまだ前にいましたね。今ポーンでもって、その後に SQR さんと P さんが並んでるような形なんですね。ダイロさんちょっとこれはいつの間にか地形が汚くなってしまっているが、雲に呪われている形でも、ここから治りそうですね。堀力頑張っていただきたい。アタロウさんは綺麗。アタロウ僕も頑張ります。先に500に入ったのは SQR さん、その後に P さん。さあどうですか、今のはタイミングが悪かった。ザイロスさんの棒のタイミングが非常に悪い。600に突入したが、ここで王がハマって実測レベルが600いくつです。今3で603で実測となってしまいました。敗者復活で頑張ってください。さてこうなるとトップがまたアキさんに戻りましたかね。2番手争いはアタローさんと SQR さんがしてるけど、そうですね、 SQR さんが抜きそうですね。 SQR さん捉えようとしてますね。あ、もう抜いたかった。今抜きましたね。アタローさんちょっと地形が汚いので、走行している間に抜かれてしまったような形。600突入。あとアタローさんレベル取ったが長かった。さあどうでしょうか。今 SQR さんがもう2番手にいる。今600に入ったのが37さん、しんがり。これは、トップの人たちにまで追いつく可能性がまだ十分にある。400もレベルありますからね。少しトラブルが続いている。アタロウさんが危ない。アキさんもずっと苦しんでいるが、とにかく生き続けている。700には突入してます。さあ積もしたい。中野さんがいいかもしれない。 G7 さんかなりのペースで積んでますね。これはもう他の方々捉えてもおかしくない。というかアタローさんもすでに捉えている。アキさんがここで窒息路746。さあこれで初参加で残っているのは P さんのみとなりました。あとはもう P さんは死なないということで、はい、と言っておりますが、あとちょっと動揺があったかもしれません。トップはもうすぐ800入りそう。もうすぐ800、 SQR さんが入りますね。スリーセブンさんが、トップ組を少しずつに近づこうとしている中で、
それをなかなか近づけさせない SQR さん、なんか早いですね、やはり。さんがレベル表示が消えてるから、800、もう P さんが並んでいる。ほぼ同じですね。アタロウさんはもう遅れを取ってしまっている形、今800。アタロウさん遅れてしまったの。さあ、1位セスキュアールさんと2位に並んでいる P さんと37さんとの差はレベルがなんと30あるかないかですね。SQR さんガシガシ飛ばしているので、このまま逃げ切る可能性が非常に高いように思われます。いや、900入りました。さあ、アタロウさんがちょっと汚いが治る、これは治りそう。さあ、この先に入ったのが P さん、でもすぐ並びましたね。並んでます。ナナさんのレベル表示が消えてるのはちょっと分かんないですよね。あ、900入ったら死なないということなんで、すごい男です。900入ったら死なないということなんで、はい。なんとですね、今回は無条件で進出できるのは2名になっていて、3位はワイルドカードなので、この今ワイルドカード争奪戦になってるんですよね。この 5枠6枠画面左下なんですけど、ただ実はもう37さんがちょっと先にいってる、10レベルぐらい。 SQR さんが GM、 これは37さんが先に入りそうだ。ここで GM、その後に P さんが GM。 死ななかった。死にませんでしたね。初出場の方にここまでプレッシャーをかけていいのかという、非常に私失敗しないのでみたいな感じ。談笑しながらめちゃくちゃ遅いアカローさん。さあ決めるか、決めるか、決める、決める、さあ決めろ、決めるんだ。お、これはこれはもしかしてちょっと、あー、12万6306点、結構大きい。12万6306。Pさんが気になったのかも。はい、というわけで、C 組ですね。ワイルドカード計算しないといけないですよね。各グループ